皆様お久しぶりです。ノンラジオの時間です。2ヶ月前から質問をいただいていたんですが、全然取れなくてすみません。ではどんどん答えていきたいと思います。誰か一人と1対1で食事に行けるとしたら誰と行きたいですか？有名人一般人問わず。これオードリーの若林さんです。めっちゃ好きなんですよ。ノンさんの動画に出会ってからバリ持つようになって数ヶ月、エリア X になりました。ありがとうございます。すごい、バリ持つようになったの？私の動画で。すっごくありがたいことですし、あなたとバリアブルが出会ったこと、運命を感じます。ありがとうございます。おめでとうございます。動画の音量小さくないですか？これいただいてちょっと調整してみたんですけど、いかがでしょうか？また教えてください。チャンネル登録の決め手は声と話し方が好きだから。基本低めの落ち着いた感じで喋っているのに、びっくりした時にわずった感じになるのがキュンとくるからです。恥ずかしかったので匿名のこっちで回答します。私がコミュニティにチャンネル登録の決め手は何ですかっていう質問をしたことへのご回答ですね。ありがとうございます。語彙力めっちゃありますね。すごいストレートに届きました。嬉しいです。3度目のマシュマロです。ノンラジオで紹介されるのが嬉しくてつい投げちゃいます。最近チャンネル登録する前の動画を一番古い方から見させてもらっているのですが、名言渡った先のカロンは笑いました。ノンチャンネルは笑いあり癒しありなので最強と思います。嬉しい。渡った先のカロン、ドドンってやつね。スーパーマリオブラザーズだよね。全然完登できてないんですが、あれは楽しかったな。またやっていきたいね。ご家族はノンさんが YouTuber なことを知っているんですか？ YouTuber とは思ってないですが、動画投稿してるよとかは話してます。チャンネル登録者さん何人に増えたよとかね。でも生配信するときとかにあんまり恥ずかしいんですよ。これから配信するから静かにしてねとか言えないから、なんか話しかけられないかヒヤヒヤしてるので、なんか家庭内でいいシステム作りたいな、こう Now on air みたいな、配信してることが分かるようなシステム作りたいなと思ってます。スプレーやると左親指が痛くなるのですが、力入れすぎでしょうか？手元動画見てみたいです。これね、作る言って全然作れてない。いつか作るね。左親指は本当に私も皮がカッチカチになってるよ。力入れすぎというか、もうスティック触るとそうなるんじゃないかな、人間の人体。顔出し配信してください。これはね、もう顔面ドヤバいんで、ちょっと無理そう。いつかね。いや、無理だな。あつ森のキャラで誰が好きですか？3人、3匹教えてください。1番はハムスケ。2番はハッピーホームパラダイスで出てきたニコちゃん。3番目が、つぶきちとまめきち。基本小さい子たちが好きですね。猫ちゃん元気ですか？猫ちゃんを飼う前も何か飼っていましたか？最近症状が落ち着いて元気です。心臓が悪いって言われてて、定期的にお薬を飲んだり病院に行ったりしていますが、今は元気です。猫ちゃんを飼う前は小学生の時にハムスターを3匹飼っていました。あと魚類、メダカとか、あとザリガニとか、真剣ゼミのさ、飼育キットでもらったエビちゃんとか、スズムシとか、いろいろ育ててましたね。よく言われるグルーヴや、グルーヴ感って何ですか？めっちゃアーティストにするみたいな質問来たけど、やっぱり曲へのノリじゃないかな。スカーフの畳地割って完全には取れないと思っています。人の心についた傷、心についた傷も完全になかったことにできないように思いますが、ノンさんはどう思いますか？カウンセリング始まりますね、これね。私もそう思います。傷ついて忘れたなって思っても、ふとした時に思い出してしまうことがありますよね。だから自分の発する言葉ってすごく気をつけなきゃいけないし、自分が傷つける側に回ってはいけないなっていう気持ちがすごく大きいので、言葉は大切にしようかなって思ってます。みんなでふわふわ言葉を使おう。漫画おじさまと猫をご存知ですか？猫と生活をしたことはありませんが、猫さんってほんといいですよね。あ、私この漫画知らなくて、調べてみたらなんかほのぼの系の漫画なんだね。すごい興味が湧きました。おじさまもいいし猫もいいから、きっといい組み合わせなんだろうな。猫ね、初めて今猫と暮らしているんだけど、家の中に猫がいるってことが未だにこう信じられない時あるよね。こんな可愛い生物と暮らしていいんですか、という、無料でいいんですか、という。スプラをプレイするときに試し打ち場は利用しますか？
利用する場合は何分くらいですか？つまり質問に答えながら試し打ちする動画見たいです。ありがとうございます。試し打ちはね、全然しないのです。0分です。前にスプラトゥーンをしながらマシュマロにお答えしてたんですけど、めちゃくちゃ難しかったんです。だからノンラジオ単体でやっているんですけども、試し打ちね、機会があればお見せしたいと思います。ノンさんノンバンはいつも配信楽しく拝見させてもらってます。私事ですが、腕前 S プラス0から1ぐらいで半年くらい停滞しています。ノンさんに応援されたら頑張れるので、応援メッセージをお願いします。早く X になってノンさんとガチまで遭遇するのが夢です。腕前 S プラスをキープしているってことがまずすごいですよね。早く X になりたいっていうその思いがある人は絶対に伸びると思うので、これからもその調子で頑張ってください。ガチまで対戦しましょう。なかなか腕前上がらないので、ノンさんの動画でまだ見ぬ X の世界を先に見ています。ありがとうございます。ですがなかなか上がれず心が折れそうです。応援してください。私もずっと X になるまでは日々入りまくって、降格して昇格して降格してみたいなことをずっと繰り返してました。でもそうやって挑戦しているその期間があなたのスプラを上達させていると思うので、このままでいいんです。ありのままで。のんちゃんラジオまた聞きたいです。こういうねお声があるから頑張って撮ろうと思います。ありがとうございます。どうやったら彼女ができますか？またカウンセリング的質問来ましたね。私ね、これ答えは全人類に優しくするだと思ってます。この世は全てご縁なんですね。で、人って言葉でしかつながれないから、脳内で何を思っててもいいんですけど、その人が発する言葉こそがその人の人格そのものだと思うんですよ。で、たまにツイッターで彼女欲しいとかつぶやきつつも、なんかあの人ブスだったわとか言っちゃう人がいるとしますよね。で、その発言ってご縁をいろいろ逃してしまってると思うんですよね。今や SNS でも恋愛できる時代で、そんな風にチクチク言葉を使う人からは人って遠ざかってしまうと思うんですよ。例えば友達の間で誰かいい人紹介してみたいな話になった時にも、普段怖いことを言ってる人ではなく、やっぱり優しい人を紹介したいと思うと思うんですよ。だから全てご縁だと思って、いつも全人類に優しくしていると、優しい人が周りに集まってくると思います。私はね、悪口を言う人からは遠ざかるし、もう会わないでいいやってよく思います。男の子でも女の子でもね。だから遠回りかもしれませんが、これがあなたの言ういわゆる彼女、あなたを大切に思ってくれる人と出会うことかなって思っています。クリスマスプレゼントは何がいい？クリスマス終わっちゃった。でね、私よく考えたんですよ、自分の欲しいものってなんだろうって。で、今大掃除したり断捨離している中で、昔に買ったいろんなものたちが部屋を圧迫しているというか、もう昔は文房具とかマスキングテープとかシールとか買うの大好きでよく買ってたんですけど、なんかもう集めるところで満足しちゃってるなって、全部使い切れてないなっていうのがあったので、もう物を増やすのをやめようと思いました。なんでクリスマスプレゼントは旅行とか美味しいものがいいなと思います。もし自分でクリスマスプレゼント買ってあげるとしたら、自分の持ってる今財布とかカバンとか必要なものをグレードアップするっていうお金の使い方をしたいなって思います。めっちゃお金大事だと思ってる。猫ちゃんをもっと見たいです。いい人やな、いい人やな。普通さ、猫ってさ、もう自分家の猫こそ正義、自分家の猫イズ一番じゃん。だから他人の猫に興味を持ってくれるっていうのはとても嬉しいです。なんで、はい、どうぞ見てください。可愛いでしょう。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。ありがとう、見てくれて。何人から告られたことありますか？で、思い返してみたら、LINE のメッセージとかじゃなくて、直接面と向かって言ってもらったのが4回ありました。で、お手紙をもらったこともあって、それがお一人からもらえて、ルースリーフに書いてあったんですよ、何枚も。なんかすごい、手紙って伝わりますよね。で、これもね、ご縁だなって思いましたね。なんか誰かとお付き合いしてる時とかに言ってもらうことがあって、おー、ご縁、いろいろタイミングとか思いましたね。まあ、本当にありがたいばっかりですわ、マジで。
好きなドラマベスト3教えてください。私記憶力がないんで忘れちゃうんですけど、また見たいなって思い返してるのはウォーターボーイズ、市原隼人さんとか山田孝之さんとかのウォーターボーイズもう一回見たいなって思います。あとは今年かな去年かな、天国と地獄っていうドラマをやってて、綾瀬はるかさんと高橋一生さんがもう本当ドラマの序盤で入れ替わって、それからは中身がお互い男の人と女の人で変わった演技をするんですけど、本当にそう見えてくるんですよ。そういう人格に見えてきて、二人の演技力がすごいなと思って、毎日毎週ハラハラしながら見ていたドラマです。はい、全23個の質問ありがとうございました。そろそろ1年も終わりですね。皆さん今年1年どうだったでしょうか。私事ですが、今やってる仕事を退職することにしまして、何しようって感じです。次何しよう教えてほしいな。来年は人生が変わる1年になるんじゃないかなって思ってます。まあ命さえあれば何だってできると思っているので、お金は貯めておきました。これからどうしようか。退職金でお寿司食べたいな。